三重県立名張り気供給高等学校は三重県名張市企業が丘に所在した公立の高等学校。名張市内では名張高等学校に次ぐ2校目の県立高校として1973年に創立された伊賀地域高等学校再編活性化推進協議会が2015年度を目途に三重県立名張西高等学校と統合をするよう 2012年に意見を取りまとめた。その後、三重県教育委員会は、名張地域振興等学校の設置については、2016年4月1日に行うと発表した。2018年3月に、最後の卒業生が卒業し、45年の歴史に幕を閉じることとなった。高校跡地には2020年4月に、名張市立義教が丘中学校が移転開校した。 当初は、小中一貫校、気教学園とする計画であったが、社会情勢の変化などから見送られることとなった。2020年8月には、高知が再利用されている、名張市立技教が丘中学校に、県立名張技教級高等学校の記念碑が建てられた。また、県立名張技教級高等学校同窓会から、名張市立技教が丘中学校に製表記が寄贈された。 校歌は1975年制定。校歌制定に先立って相性化。我らがキッダカが作られ1973年の開校から1975年の校歌完成まで主に歌われた。心身の調和の取れた成長、発達を図り、明瞭健全で創造的なたくましい人間を育成する関西方面への大学に進学する生徒が多かった。 グラスバンド部や野球部などが数年に一度高い成績を出して地元の期待を担っていた。特にハンドボール部は東海大会に多く出場していた。ありがとうございます。